愛称をスーパーフォートレス、日本では超空の要塞と呼ばれることもあります。中型爆撃機から発展した B-17 と異なり、最初から長距離戦略爆撃を想定した設計です。 B-29 による日本本土空襲は、日本の継戦能力を喪失させる大きな要因となりました。 B-29 は現在の旅客機のように室内を高度約 1000m と同等の空気圧に保ち、快適に飛行できる与圧室を装備、乗員は通常、酸素マスクなしで15時間搭乗していました。撃墜された B-29 の乗員の遺体を日本側が回収した際、 T シャツしか着ていない者もいるほど空調は完備されていました。それを知らない日本側は搭乗員に防寒着も支給できないとし、アメリカもまた困窮していると宣伝を行いました。敵機を照準機のレティクル内に捉えるだけで自動的に弾道計算して発砲するという優れた火器管制装置を搭載し、それまで非常に高い練度を必要とした見越し射撃が誰でも可能となり、従来の爆撃機搭載防御火器よりも命中率が驚異的に向上、敵機は迂闊に接近できなくなりました。硫黄島が陥落してからは、航続距離の長い P-51 戦闘機が護衛につき、さらに日本軍機による迎撃を困難にします。さらに当時の日本の単発戦闘機は高高度飛行を苦手としていた上、材料や航員の質が低下、高圧炭化航空燃料や高品質潤滑油も不足していました。1万メートルの航空を巡航速度で飛行する B-29 には追いつくことさえ難しく、またかろうじて一撃をかけても高度を回復できず、その後の攻撃が続かないありさまでした。このため陸軍進展隊、海展隊や海軍の厚木基地所属の雷電による体当たり攻撃も行われました。当初は爆撃対象を軍施設や軍需工場に限定、ノルデン爆撃照準機を使った精密照準爆撃を行いましたが、迎撃を警戒し1万メートルまで上昇したため、ジェット気流の影響で命中精度は 2.5% ほどだったそうです。1945年1月20日、皆殺しのルメイの異名を持つことになるカーチス・ルメイ少将が司令官に任命されます。ルメイ少将は、進入高度を従来の高度 8500m の中間爆撃から 3000m の夜間爆撃に変更しました。これによりジェット気流の影響を受けないため、エンジン負荷軽減で燃料を節約し、多くの爆弾を詰め、爆撃が正確に命中するようになります。また機銃、弾薬、機銃種を外し爆弾を 200kg 増やし、編隊は防御重視のコンバットボックスではなく縦一列に変更します。この方針変更は、以降続けられた東京、名古屋、大阪をはじめ、日本各地の都市への爆撃に絶大な効果を発揮しました。逆に高度を低くしたことにより、日本軍の高射砲が命中するようになります。高射砲は、当たらぬ高射砲と揶揄されていましたが、戦後の米軍発表の損害記録では、日本上空で撃墜あるいは損傷した B-29 のうち、高射砲によるものは、1588機で全体の 65% に達しており、本土防空の主力となったのは防空戦闘隊ではなく高射砲部隊であると言えます。首都防空担当の高射第1師団にいた新井隊員は、高度の低い時はかなり当たった、本当は高射砲が落としたものなのに防空戦闘機の戦果になっているものがかなりあると発言しています。終戦までに戦死や行方不明となった B-29 の搭乗員は合計3041人でした。捕虜となった搭乗員は軍事目標のみを爆撃した精密爆撃を行っていた時は、正式な捕虜として捕虜収容所に送られていました。1945年3月10日以後、非戦闘員への無差別爆撃が開始されると、B-29 搭乗員に対して、爆撃を被った一般市民の理性を期待することはほとんど不可能で、死刑の上が刺殺されることもありました。パラシュートで降下した際には、日本の軍関係者を見つけて投降するように、民間人に捕まると、虐殺される危険があるから気をつけるように、と兵士への指示が変わります。しかし軍に身柄確保されても暴行を受けることもあり、軍人や軍関係者が関与し殺された B-29 搭乗員もいました。一般市民に対する無差別爆撃を行った B-29 搭乗員の捕虜は戦時国際法上の捕虜の扱いを受けず、人道に対する戦争犯罪者とされて略式裁判にかけられ、戦時重要犯として処刑されました。敗戦後は、第13方面軍司令官兼東海軍管区司令官であった岡田中将が、捕虜38人を処刑した責任を問われ、B-9 戦犯として横浜の連合軍裁判所で絞首刑の判決を受けるなどの報復をされます。
一番有名な B-29 の機体とパイロットといえば、広島に原子爆弾リトルボーイを投下したエノラ・ゲイト・ポール・ピベッツ大佐でしょう。悲鳴の由来は、機長であるピベッツ大佐の母親、エノラ・ゲイ・ピベッツから取られたものです。原子爆弾投下任務を遂行するために回収を受けた特殊仕様の B-29 は、シルバープレートと呼ばれ、リブ重災害の武装撤去、装甲の撤去、エンジン及びプロペラの換装、爆弾装扉の改造が行われました。アメリカは原爆に関する全ての事項を徹底的に秘匿していたため、外観上通常型 B-29 との識別は困難です。総数15機が回収され、爆弾投下、偵察、写真撮影を行いました。エノラ・ゲイはテニアン飛行場から7時間かけて広島市に到着します。四国上空で機長が、諸君、我々の運んでいる兵器は、世界最初の原子爆弾だ、と機内放送し、積み荷の正体を初めて搭乗員全員に明かしました。その後、四国上空を通過中に日本軍のレーダー照射を受け、短期の日本軍戦闘機が射撃してきました。被弾はありませんでした。この日本軍戦闘機はハーフターンして射撃を試みましたが、射撃位置の遷入に失敗し、エノラ・ゲイは危機を回避し、目的地への飛行を再開しました。午前8時にエノラ・ゲイは日本側によって捕捉され、8時13分に中国軍管区司令部は警戒警報の発令を決定しましたが、各機関への警報伝達は間に合いませんでした。8時9分、エノラ・ゲイは広島市街を目視で確認しました。高度は9632メートル。10日に先立ち、原爆による風圧などの観測用のラジオゾンデを吊るした落下傘を3つ降下させました。このラジオゾンデは、原爆は落下傘につけられて投下された、不発の原子爆弾がある等の流説を生み出すこととなります。8時15分17秒、リトルボーイが自動投下されます。投下は爆心地より2マイル、約 3.2 キロメートル、離れた地点の上空であると推察されています。リトルボーイは爆弾層を離れると横向きにスピンし、ふらふらと落下しました。すぐにビブの安定翼が空気をつかみ、放物線を描いて約43秒間落下した後、相生橋よりやや東南の島病院付近高度約600メートルの上空で核分裂爆発を起こします。核分裂による爆発は半径2キロメートルを焼き尽くし、広島市の行政機関、陸軍第5師団の部隊も機能を喪失しました。爆心地から500メートル以内での被爆者では、即死及び即日死の死亡率が 90% を超え、500メートルから1キロメートル以内での被爆者では、即死及び即日死の死亡率が約 60% に及びました。1945年の8月から12月の間の被爆死亡者は、9万人から12万人と推定されています。原爆投下時、撮影機はカラーフィルムで撮影していましたが、テニアンに帰還後、現像に失敗したためにその記録は失われました。爆発から約3分後に B-29、グレートアークスとに登場した科学調査リーダー、ハロルド・アグニューにより 8mm カメラによって撮影されたキノコ雲の映像が、世界初の都市への原爆投下を捉えた唯一の映像となっています。14時58分、エノラ・ゲイ号は快晴のテニアン島に帰還し、戦略空軍総司令官から、ピベッツ大佐には栄誉十字章が、他の12人には銀星章が与えられました。その日は夕方から、第509根性部隊の将兵や科学者らによって、深夜まで盛大な祝賀パーティーが催されました。戦後60年特別企画番組のインタビューでは、原爆投下時の心情について、興奮はしなかった。任務に成功してホッとしていたよ。理解できんだろうがね。と語っています。ちなみに孫のポール、ピベッツ4世中佐は、アメリカ空軍第509爆撃航空団に所属し、ステルス爆撃機 B-2 のパイロットとなりました。原爆機の搭乗員はヒーローとして戦後各地で講演を行い、広島市に原子爆弾を投下したエノラ・ゲイは、退役後、分解されて保存されていたが復元されスミソニアン博物館に展示されています。B-29 は5年後の朝鮮戦争でも使用され、キム・イルソンは生前、米軍の爆撃で73都市が地図から消え、平壌には2軒の建物だけが残るのみだった、と話していたそうです。B-29 はヨーロッパで使用された B-17 と並び、第二次世界大戦の戦況に最も影響を与えた爆撃機の一つということができるでしょう。